私は向かわなければいけなかった。数ヶ月前に依頼された仕事。私はそれを快く引き受けた。この事態において、すべては蓋然的に決まるのだって。予測することは何の生産性も生まない、と考えたから。すでに選択肢は失われていた。4年前であれば、決してそんなことは言わなかっただろう。手遅れとは、どれほど取り返しのつかないことなのか。私は作者でもあり、役者でもある。語っていると同時に、演じてもいる。複数の声を一つの声によって発話すること。私の問題は語られることがなく、切り離されて別々のところに置かれている。これは対話ではなく、つなげられた何か。条件としては適切な量が必要となっている。ただ、適切な順序を求めたとしても、いくつもの条件がそれを阻むことになる。まずそのことを初めに言っておくべきであっただろうか。テープを巻き戻すように私は思い出す必要がある。しかしあの時問われていた質量の問題は、完全に失われていることを忘れてはならない。再生不可能になっているものは何か。潜在性について私は過敏すぎるのだろうか。問題は発生してから考えればよい、と彼は言った。このプロジェクト自体は、フィクションであり、紛れもなくパロディーなのだ。しかし、参加者にとって、これがパロディーだという認識は屈折している。パロディーだという前提が、フィクションの経験を一回性の経験として、無批判に受け入れさせるトリガーとなっている。パロディーという形式が、逆説的にこの儀式の進行を強化させている。プロジェクトはすでに開始されていた。私は途中から参加しなければならなかった。結局あなたは一度もここへは訪れなかったと言われればそうかもしれない。私は呼ばれたが、そこに加わることはできなかった。しかしそれが私の仕事だ。求められていたことは目撃することであり、介入することではない。一時停止、次のテープを用意すること、その間の空白。